が出ましたので、暫定チャンピオンということで柿野さんと、今日は戦っていただきます。ね、はい、今日のイケてる子はどんな人が出てくるんでしょうか。はい、それでは VTR スタート。明石駅前ですね。かわいいやん。まず優しくて、優しくてちょっと照れやなところがあって、はい、もう何やろ、結構全てこう受け入れてくれるみたいな感じの大きな方です。お、包容系ね、満点として、はい、何点ぐらいの方ですか。100点です。おい、マジで、すごい、100点かな、迷い出した100点です。オーナーなんで、オーナーなんで。私既婚者なんで、はい、なんですけど、まあ、でも素敵な男性だと思います。デートとかしていただくと思います。そうですね、綺麗な、あ、ほんまに嫌やったらもうやっぱり、いや嫌って言ってもいいですよ。もう一回聞きますね、はい、あのどうですか。え、ぜひぜひ、はい、あ、デートしてみてもいいかなっていう、主人の了解が得れれば。あそうなんですか。ポイント高いですね。すごいな。林健太、29歳です。おー、最後ありますを主としたエステサロンで、もう一つ近くにですけれども、ネイルサロンと、フリーペーパーっていう、レッドタウンっていうフリーペーパーを、発行させていただいております。じらすね、まあ、あの全てスタッフがやってくれてますんで。あ、男前よ。いいですね、また。いい方いらっしゃるじゃないですか。そうやから出したくなかったんですよ。こんな男前の方がいらっしゃるんでしたら、対決してもらいましょうか。ラブレター川柳を書いていただきたいと思います。はい、575の川柳ね。すごいですね。審査員、みんな綺麗。どっちの作品の方がハートをキュッともう掴んだかっていうのを選んでくださいね。あ、僕の歌使われてますね。どうしたんですか。ありがとうございます。じゃあまず西野さん、はい、いきましょうか。頑張った人、はい、見せながら読んでください。はい、心からあなたを思う夢の中。あ、いや、西野さん結構これ強敵ですね。はい、どんな思いで書き入りました。あのやっぱりこう仕事とかで会えなかったりとかすると、まあ夜とかこう思いながら寝てしまったことも、まあ、昔もあるんで、そういった思いから書きました。はい、会いたいと思う気持ち伝えれず。はい、はい、僕はあの、まあ、先ほどちょっとシャイな性格ですので、こうやっぱり会いたい会いたいっていうのをなかなか伝えれないんですけれども、その気持ちはずっとあるんですけれども、その何でしょう、この中の歯がゆさで。わかるわ。言ってますよ。いや、男はモヤモヤしてるもんなんですよ。書かせていただきました。なるほど。じゃあどっちがいいか決めましょうか。せーの、林さん。西野さんって言わはったら誰ですか。あれ、みんな西野さん、林さんを選ばなかったのはどうしてですか。そうですね、なんかここ間違えてるみたいな。ちゃいましたけど、残念ながら、ね、人弁でないとわかんない。そうですね。これが
それがちょっとあれですね、決め手でした。あ、やっぱり、やっぱりってダメだ。あいつさ、お茶目やな。あ、顔顔。どんなデートをされるんですか、いつも。午前中はお店に来ていただいて、綺麗になっていただいて、夜はこのレッドタウン、はい、お、レッドタウンに、これ林さんが編集されてるレッドタウン、はい、ね、レッドタウンですね、載ってますので。グルメの情報はもちろんご存知ですよね。はい、そうですですね、はい、もう美味しいとこ言うたら、はい、ねえ、はい、でもさっき聞いてましたら、はい、自分のお店の紹介もしはりましたし、はい、この情報誌もね、はい、さりげにしはりましたし、はいはい、うまいですね。欲張りなだけです。いやいやいや今の率直な思いを川柳で。めっちゃ川柳ですよ今の診療を。川柳で言うと診療はおちょこちょいやだ。また来てね、イケてる班の取材班、イケてる君の次第なんでね、ごめんなさい、また噛みません、すみません、もう一回お願いします。もう一回。はい。いや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 、いや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 。素敵。ねえ、いや僕なんか可愛げがあって、なんかそう、好きです。西野さんも男前でしたね。男前でしたけど。さあ、でも選ばなければいけない線でね。はい、柿野さん。うん、今回の林さん。はい、決めていただきましょう。あ、決まりました。決まりました。決まりました。僕たち選ぶんですか。そうです、そうです、一緒に男性から見てイケてる方を。男の目線、男目線でいいですか。いいですよ。僕はですね、柿野さんがいいと思ったら A 案歌詞の A、 A、 林さんがいいと思ったら A 案歌詞の C をやります。いきますよ、決まりましたね。せーの、 A 案歌詞どっち。あ、同点。じゃあ僕が行きます。はい、僕は A でお願いいたします。柿野さん、ってことはこれ柿野さんどうなの。一周勝ち抜きです。一周勝ち抜きです。なるほどね。になりますので、はい、はい、じゃあ次回もですね、はい、どんなイケてる君が出てくるかお楽しみに。楽しみに。以上、イケてる君のコーナーでした。それではここでプレゼントのお知らせ。